左手第23話空を覆い尽くしているのは全て落ちてくる針だった明かりは炎の天井を作った多くの針は熱風で弾かれ曲がり落ちてきたすり抜けてくる針は気境が広範囲にわたって弾き返した それでも物量が多すぎていくつかは地面まで到達する前回の戦いではほとんど見えなかったが今はわかる動こうとしない菅野を左手に抱えて後ろに飛んだお前も動かないと殺されるんだぞ菅野からは何の反応も返ってこないやがて 針の雨は終わったそして公園の奥森の中から見知らぬ男がこちらに歩いてくるのが見えた腕に何かを抱えているその男はうすら笑いを浮かべたままゆっくりと近づいてくる髪は長く細身で長身年齢不詳何かしら 不気気味な雰囲気そして抱えていたものはじいさんだったやはり君たちレベルの術者にはあの程度の攻撃は二度は通用しないようだねその前にお手合わせを願ったのだがこの老人はもう引退のようだそう言って男はじいさんを放り投げた じいさんギリギリで受け止めたなんてことするんだどうして俺の声にかぶさるように沈黙していた菅野が叫んだマオ生き返ってよかったね君は今回とても重要な役割を果たすところだったのに我々の敵の 最大戦力を消し去ることができたのだからあんなふざけた式神がいることは計算外だったよあなたが菅野家の当主菅野同心響が落ち着いた声で問いかけた君が噂の鴨の生き残りだね絶対に許さないそうつぶやくと響は駆け出していた ジェット機のそばにいるような回転音がうなりを開けた。一瞬にして周囲はすまじい風と金属音に包まれた。明かりの姿は見えない。話の展開が早すぎるが、目の前にいるのは菅の家の当主であり。目的のためにじいさんを反応を示し、自分の娘をすことに、 躊躇もしないやつだということは分かった「時丸はい!」すぐ後ろですぐに声がした悪いけどじいさんと菅野を守っていてくれ菅野には泣く力も残っていないもう誰も傷つけさせない左足に渾身の力を込めた時 強い力で引きずり倒されたじいさんだった大切なことだよく聞け